前景。山道には、約千本の朱塗りの奉納鳥居が連なる。ふとしつつみだに稲茂神社は、島根県鹿野足郡津和野町にある神社。別表神社にして、旧社格は合社。通称、津和野の,のお稲荷さん。全国で唯一、稲荷を、当世と表記する神社とされる。羽化の御霊神と伊ざ波みの村を祀る。日本三大稲荷の一つとされることがあるが、 一般的には日本語大稲荷の一つに数えられ、出雲大社に次いで、島根県内2位の年間参拝客を数える。安永2年、津和野藩七代藩主亀井の邸が、藩の領民安寧のために、京都の伏見稲荷大社から感情を受け、三本松城の肝にあたる太し鼓谷の峰二社を創建したのに始まる。以降、歴代藩主の数計を受け、廃藩後は、 庶民も参拝できるようになり、中国地方有数の稲荷神社となった。近年は、日本語大稲荷を称している。1935年2号車に、列格した。拝殿、本殿は1969年に建て直された。津和の城の城山の一角に位置し、江戸期には、時刻を知らせる太鼓が鳴り響いた谷まであったことから、太鼓国と呼ばれる。当と表記するのは、 願い事が叶うようにとの思いからとされる。元より藩主の未数形を許される城内者であったが、ある日常のご蔵番が蔵の鍵を紛失した角にて、切腹の沙汰を申し付けられ、金を犯して7日7番願掛けに通ったところ、願い叶って、蔵の鍵が見つかり除名されたという小辞より、通話の藩主により、称号され、正の字を用いるようになったと伝わる。なお、 同じ稲荷神社を名乗る他の社は、ふとしつつみだに稲茂神社とは無関係であることを公式サイト上で明らかにしている。など、ありがとうございます。